この動画は、小名浜で60年以上続く老舗定食屋、お食事処、あずまや三代目さんからの提供でお送りいたします。メッセージいただいております。お誕生日おめでとうございます。小名浜で楽しい思い出いっぱい作ってくださいね。お仕事の関係で小名浜で一人暮らしを始めて、移動のため離れることになった時、いわきや小名浜の人は心の温かい人が多かったなぁと思ってもらえれば嬉しいです。あずまや三代目さんからのメッセージでした。どうもありがとうございます。どうも、小名浜ひとり暮らしです。さあさあ、今日もやってまいりましょう。皆さんはじめまして。今日はね、生配信ということで、これからね、私のお誕生日会をやっていきたいと思うわ。今日ね、私ね、地声なの。わかる？私地声。今日地声でやってっから。ちょっと違和感あるかもしれないけど。まあ、お付き合いいただけたら嬉しいわ。で、やっていくわ。で、今日ね、用意したのは、こちら。ホットケーキミックスね。ホットケーキミックスをスポンジにして、ね、まあ、ホットケーキね。ホットケーキを、ね、スポンジにして、で、このね、クリーム、生クリーム塗って、で、いちご添えると。で、最後は、ハッピーバースデーよ。ハッピーバースデーやりたいと思うから、皆さん、お付き合い願わん？なんかね、慣れないね。いつも、録音でやってるからね。いつも、撮ったやつをさ、切ったり貼ったりしてさ、編集して、ね、YouTube に上げてるからね。ちょっと違和感あるわ。まあいいわ。これが私なの。これが本来の私。だからね、もう、これ以上ね、何か作ろうと思っても、それ以上のことできないし、うん。ありのままでね。ありのーだよ。ありのー、ままのーで、やるしかないのよ。じゃあやっていくわ。ちょっとね、みんながね、どんな人が来てんのかとかね、まあなんとなくね、アイコンとかはこっちから見えるのよ。見えるんだけども、メッセージとかね、これ見れるのかしら？わからないけども、これをみんなメッセージ打ったら見れるの？どうなの？みんな聞いてる？聞いてるかしら？これみんなコメントしてくれると、この私の画面にみんな見えるのかしら？拍手を送ってくれてるのかしら？これ。まあいいわ。まあやっていくわ。とりあえずやっていくわ。でね、まずは、ちょっと、いちごちゃん。いちごちゃんね、まず洗っときましょう。洗っとくわ。どうなのかしら。私ね、今までいっぱい YouTube 上げてきたけども、みんなはね、そう、どういうね、つながりでね、この私の YouTube を見てくれたのか、知ってくれたのかね、私はわからないな。ね、みんなね、いわきの方かしら？いわきの方なのか、何の方から、わからないけど、とにかく私はね、感謝してるわ。で、これ一部洗いました。で、これ最後ね。これ最後に使うから、こっちの方、置いとくわ。
で、ホットケーキミックスね。これを作っていくわ。で、ボウルを用意して、これもね、これ、この日のためにさ、ヘラを買ったのよ。ヘラを買ったの。ね。だから、この日にね、かけるお前は大きいのよ。わかるかしら？あ、でも、あ、わかる。なんとなく、誰が、アイコンでわかるわ。秋彦27763。あ、ようこそ。あ、まなみんさん。あ、まなみんさん、ようこそ。まゆ、ん？まや、まやちる09233さん。ようこそ。ね。ごめんなさいね。私、今日、地声でごめんなさいね。後で加工してアップするから、許して。じゃあやっていくわ。これコメントがね、見れないのね。これ孤独との戦いなのね、これね。BGM もさ、ね、生でかけられるわけじゃないし。ね、効果音も入れられるわけじゃないから。ちょっとね、寂しい感じかしら。いいね。それが一人暮らしってやつだから。これがリアルの一人暮らしってやつよ。じゃあホットケーキミックス入れていくわ。これ全部使っていいのかしら。まあいいわ。多分今回の残してもね、また一人でケーキを作るってことはないでしょうか。使い切るしかないわ。新しい方来たわ。ゆうとさん。ゆうと、にーつまゆうとさん、ようこそ。おな人です。で、ここに、ホットケーキミックスに、牛乳だ。牛乳入れます。牛乳を、何 cc 入れますか。牛乳を、卵と、あ、ミスってるわ。すでにミスってるわ。ボウルに卵と牛乳を入れてよく混ぜます。だって。で、ホットケーキミックスを加えると。あら、もう手順間違ってるじゃない。ちょっとこれ一から取り直しできないのかしら。早速ミスったわ。ミスった。あ、でもいいのか。これはこれで、ここに入れればいいんだな。ここに卵と、で、牛乳か。これよく混ぜとく。え、これ、100、何cc で、140cmlってどんくらいだろう。カップ4分の3？え、わかんない。わかんないけど、こんくらいかな。2回しぐらいかしら。3回し。ちょっとわからん。わからんけども。まあ、それも愛嬌ってことで。これ混ぜていくわ。みんなさん、ケーキなんて自分で作るかしら。これね、私がちょっと思ってたのとちょっと違うわ。これね、みんなのコメントが見れるもんだと思ってたの。これさ、これ私がの見方が悪いだけなのかしら。あ、違う。ちょっといじるわ。ウェーブは送ってくれてるのね。これみんな黙ってるってことこれ。こんばんはってちょっと打ってみるわ。こんばんは。あ、打てるじゃない。
売ってるじゃない、売ってるじゃない。あ、じゃあこれ、みんな、静かに、静かに見てるってことね、これね。そういうことね。まあいいわ。これ、孤独との戦いだってことはよくわかったわ。まあよく考えたら、YouTube もいつも孤独ですし。変わらないわ。あ、どなたが来たわ。コム、コムコム。コムコム1091さん来たわ。ゆうちゃん8013さん来た。あ、ご飯作りながら見てます。あ、そうか、ありがとう。そうか、時間の問題かしら、これ。時間の問題？ 6 時からやってるから、みんな忙しかった？ごめんなさいね。で、これに、ホットケーキミックスを加えて、混ぜますと。はい。コムコムさんどうも。やっぱこれみんなのコメント見れんじゃん。そっかそっか、よかったわ。ちょっとなんか楽しくなってきたわ。はじめちょっとどうなるかと思ったよ。え、マイガール2888G さん、声変えてないですね。ごめんなさいね。今日地声でごめんなさいね。合わせてくわ、地声で。あの声に合わせてくわ。どうもこぼしたおなはまひとみる。ちょっと今こっちに集中するわ。ごめんね、こぼしちゃったわ。これ全部溶けるのかしら。ホットケーキミックス混ぜすぎに注意しましょう。だってそうか、これ全部入れていいのかしらね。ちょっとわからんけども、やってくしかないわ。今回ね、私ね、二十歳になるから、ね、みんな一緒に祝ってくれると嬉しいわ。みんな二十歳の時何してた？コメントで教えてくれたら嬉しいわ。嬉しいわ。これダマになってくるね。いいの？これダマにしていいのかな？あ、どなたが来たわ。M ワークス。M ワークスさん来たわ。M ワークスさんようこそ。うさぎ、トランスポート。うさぎトランスポートさん、Shall we go はもう行ったんですか？あ、まだ行ってないわ。あれ？これ T ボッちゃんじゃない？これ T ボッちゃんさんじゃない？ようこそ、ようこそ、ようこそ。これからやっていくわ、Shall we go？ね、やっていくわ。地声よ。今日地声。ノー編集だから。絶望しないで、私の地声に。私の可愛い声に絶望しないでね。マイガーさん、本当に二十歳に決まってるじゃない、私。20歳が何者でもないわ。次の方。ケニチスタイルさん、ようこそ。ケニチスタイルさん、ようこそ。今日、私のお誕生日会、ようこそ。お祝いしに来てくれたの？嬉しいわ。これ、合ってるかしら？ちょっとすごい不安だわ。ゆうちゃんさん。永遠の二十歳ですもんね。わらわら。そうよ。やっと二十歳になった頃。マイガールさん、殺す。これね、私のね、動画を見てくれてる人ならではのコメントよね。すっごく嬉しいわ。これもう全部入れてくわ。ちょっとわからないけども、どうせね、今回使い切れなかったら、私は二度とホットケーキなど作ることないわ。もう断言するわ。でも、うん。これが正しいのかよくわからない。私には。お、私がいらっしゃったわ。
魚熊さん2022さんいらっしゃいました。あ、魚熊さんね。そう、いつもね、私のね、ストーリーにハートを送ってくれる方ね、ありがとう。いつも感謝してるわーん。感謝してるわーん。みんなね、私の二十歳の誕生日をね、お祝いしてくれる。嬉しいわ。だってね、これだって、本来であれば私一人でさ、ね、一人暮らしですから、一人でお誕生日会、ね、誰も祝ってくれることなくてもなくてさ、ただ ひたすら、今日も仕事だったしさ、ね、仕事から帰ってきて、ね、買ってきた、ね、ケーキでも、なんか食べて、寝ておしまいだわ。でも私は恵まれてるわ。こうやってね、皆さんにね、今日も朝からね、ツイッターでもインスタでも、お誕生日おめでとうってね、みんな言ってくれて。ほんとね、私はね、いい仲間に恵まれたわ。みんなのおかげで私はこうやって、ね、ぐるぐる混ぜ混ぜできるの。幸せ者よ。あなたの幸せ何かしら？あなたの小さな幸せでも何でもいいわ。教えてくれて嬉しいわ。じゃあこれで最後の混ぜ混ぜかな。あら、私、ちょっとこのインスタの配信、30分で終わるっていう予定で、告知してたんだけど、この調子だともう、今15分経ってるから、もう終わる時間だわ。予定だ。でもこれ、無理。無理だから、このまま、ひたすら続行。この感じだと大丈夫？ 1 時間かかるんじゃないかしら。大丈夫かしら。うん、いい感じじゃない？なんかそれっぽくなってきたわ。それっぽくなってきた。ねえ、これ見て。あれ？これ固まってないかしら。止まっちゃった？じゃ止まってるじゃない。一回配信止めるわ。あら、ちょっと止まっちゃったわ。まあいいわ。前編と後編ってことで、いい編集点になるわ。で、これで OK。ごめんなさいね。あ、ようこさんいらっしゃい。いらっしゃった。ちょっとね、配信が途切れたわ。ごめんなさいね。一回途切れたの。ようこさん、0914さん、ようこそ。しまうまさん、ようこそ。358、けんけんさん、ようこそ。せんずり、クレイジー、トレッセリューさん、ようこそ。今ちょっとね、ちょっと配信の具合がちょっと悪くて。ね。とりあえず、今ホットケーキミックスの生地を練り終わったところよ。で、今度は、じゃあ次は、ね。次はというと、フライパンに油を、ね、入れて焼いていきましょうっていう、そういうことね。じゃあやっていくわ。これね、YouTube みたいにね、編集なしだから。編集なしだからね。実はこういう、次の準備のもたつきとかね、あったりするのね。そういった時のためにね、これカンペ用意してるから。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。今フライパン用意してるから。ね。で、こっちをちょっとカメラのアングル移し替えるわ。ちょむずいわ。生配信ってめちゃくちゃむずいのね。むずいわ。
配信事故よ。むずいのよ、カメラの設定はむずいの。これでどうかしら。あ、T坊ちゃんさ、戻ってきてくれたのね、嬉しいわ。オッケー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 。これでどうかしら。みんな見えるかしら。オッケー。で、早速焼いてくわ。じゃあオリーブオイルでやっていきましょう。オリーブオイル。ちょっと換気扇つけるわ。あ、でもちょっとうるさい。うるさいかしら。大丈夫かしら。まあいいわ。じゃあ早速焼いていくわ。じゃあこれ何枚ぐらい必要かしらね。私ケーキね作るのにね、まあ、こんなイメージなのよね。こんなイメージだから、まあ、3枚焼けばいいかな。いいか。まあいいや、ちょっとやってみるわ。とりあえずバンバンやっていくわ。おお、え、だ、いいの？これでいいの？どのくらいの量かしら。なんかちょっと山芋風ね。ちょっと山芋風。結構熱くしていいのかしら。うん。ちょっとこういった細かいテイストも気をつけていくわ。あら、ちょっといい感じじゃないこれ。これ本当にあれになるのかしら。うん、ちょっと火を扱うからちょっと集中するわ。あ、でもね、みんな匂いはわからないと思うけどね、私の部屋はねすごいいい匂いしてる。ホットケーキのすっごいいい匂いしてる。これどのくらいで焼けるのかしら。周りが乾いたら、生地を4分の1流し入れ中火で3分焼きますと。はあ。で、周りが乾いたら裏返して全体に火が通れば出来上がりと。はい。あ、なんかふっくらしてきてる。ふっくらしてきてる。いい感じ、いい感じ。はい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 。あ、やっぱり。やっぱり来てる。あい、来た。来たわ。来てる来てる。いい感じじゃない、ちょっと。やばい。テンション上がるわ。いい感じ、いい感じ。あ、コメント、あ、ごめん、なんかみんなコメントしてくれてるのね。ありがとう、ありがとう。どこから？ゆうちゃんが、弱火から中火じゃないと、中生焼けで焦げますよ。あ、そうなの？あ、そうなんだ。弱火にした、とりあえず弱火にした。で、マイガールさん。ひっくり返すときもお箸で。やっぱり。そうよ。一人暮らしは箸しかないわ。これで、あ、でもなんか、あ、おしゃべりしてる間に焼けたっぽいわ。あお！そしたら。お皿もないからね。まずキッチンペーパーに乗せていくしかないわ。適当？適当すぎるかしら。でもいいんじゃない？これできたんじゃない？ねえ。これいいよね。これいいと思うんだ。これでいいわ。おう！あっつ！あっつ！じゃあこの調子で焼いていきますわ。おう、なんか結構、意外とできるじゃない。意外とできるもんね。
意外とやればできるのよ。ね。じゃあ2枚目焼いていくわ。あ、油入れるの忘れた。大丈夫かしら。まあいい。大丈夫かしらね。ふせしさん、ようこそ。ゆうと、にいつまさん、また来てくれたね。ありがとう。さっきごめんね。ちょっと、配信のね、画像が固まっちゃったりしてごめんね。次の方、いわきのか、ルニーチーさん、ようこそ。渡辺雄三さん、ようこそ。ベルハウスさん、ようこそ。今ね、繰り返し案内するわ。今日はね、私のお誕生日会、私の二十歳のお誕生日会、みんな祝ってきてくれてるのね、嬉しいわー。これね、気づいた、生配信だとさ、私絶え間なく喋んなきゃいけないのね。意外と大変ね。気づかなかったわ。穴だった。その点ね、YouTube はね、一発録音だからね。それで一発でおしまいですから。ちょっとこの調子で2枚3枚焼いていくわ。みんなどこの人かしら？みんないわきの方かしら？みんなどこの人？ちょっとコメントで教えてくれたら嬉しいわ。もうちょっと火を強くていいのかしら？あ、なんかちょっとなんか煙が出てるわ。大丈夫かしら？ちょっと、あー、やっぱちょ焦げちゃうんだ。焦げるの早いよ。弱火じゃなきゃダメなんだ。むず、意外とむずいのね、これってね。あ、マイガールさん、いわきだわん。あ、いわきなのね。あ、嬉しいよ。じゃあ、ご近所さんかもしれないわよね。ね、あたしがこうやってね、あーだの、うんだの言いながら焼いてる家の隣で、もしかしたら、マイガールさんが住んでるかもしれないし。ね、あたしが隣の家で焼いてるかもしれないのよ。ね、不思議ね。不思議よね。で、焼けた？ほんと、あの、さっきどなたか教えてくれたように、半生の可能性あるよね。まあいいわ、それも愛嬌よ。ね。これで、あ、ほら、いい感じ。で、ラスト。やっぱね、ちょっと焦げるから。油を足しておくわ。今日のね、この配信は、私ね、悪いけどね、これ、録画してるの。これカメラ回ってるからね、私。あ、T ボッチャちゃん、千葉からなんだ。千葉からお会いしてくれてるの、ありがとう、嬉しいわ。マイガラさん、フライパンの最初の時より熱くなってるので焦げやすくなりますから気をつけてください。あ、そうか、そういうことね。そういうことか。皆さん、詳しいのね、料理ね。そうよね。皆さんね、毎日ね、主婦の方もいらっしゃるでしょうし、ね、お家のご飯作ってるわけですからね、私みたいにね、自炊ね、かじり始めた人間がね、何か料理を語るなんて100年早いわよ。ね。でもそんなね、私の動画をみんな見てくれてるわけよ。嬉しいわ。だからね、初心忘れるべからずって言うけど、その通りね。で、これで3枚目が焼ければ、一通りおしまいなんじゃないかしら。焼くのはね。これ結構長くなるわ。1時間ぐらい配信しちゃったりして。そんな暇じゃないわね、みんなね。ごめんなさいね。私のタイムスケジュール。タイムスケジュール不足よ。あ、ケイタさんいらっしゃったのね。ありがとう。ケイタさん。ケイタ、沼田さん。沼田ケイタさん。ようこそ。ね。で、これ。焼いていく。あ、これ、ハート型になるんじゃないかしら。
ハート型に。ね。いわきの丘、るーちゃん。おなはまひとぐらいさん、お誕生日、誠におめでとうございます。ありがとうございます。いわきおなはまの良きところを発信、感動です。いえいえ、とんでもないですわ。皆さん、こうやって支えられてね、私を配信してるの。だからね、私の方こそね、皆さんにね、感謝申し上げますわ。こういったね、生配信の場でないとね、こうやって直接皆さんにコメントを返すってね、なかなかできないからね。嬉しいわ。何のご縁かわからないけれども、こういった形でみんなとね、つながれることができたのは奇跡だわ。いわきの、いわきのカール兄ちゃんね。カール兄ちゃん、あ、そりゃ失礼いたしましたわ。オッケー、じゃあこれで。やっぱちょっと焦げてる。焦げてる。あれ、ちょっと学ばないわね。あと、そろそろかなと思ったら、お箸をブスッと刺してみて、とろーりが出なかったら、半生じゃないと思います。あ、なるほどね。なるほど。ちょっと。見てよ、この黒々したケーキ。まあいいわ。それも愛嬌。愛嬌、愛嬌。じゃあ、ブスッと刺してみるわ。うん。いいんじゃない？いいんじゃないかしら？ねえ。いい感じだわ。で、これで、じゃあ出来上がりかしら。これで、生地は出来上がり。で、次は、ね。次の手順に行きましょう。ちょっと待ってね。私、洗い物の方もあるからね。洗い物もしないといけない。洗い物もしないといけないから。じゃあこれで OK。 これで焼けましたと。で、今日ね、ちょっとお皿がないからね。お皿は鍋、いつも通りの。これね、これで生地ができましたと。三段重ねよ。三段重ねで、ね、で、これ。これ。ホイップクリームね。ホイップクリームでデコレーションしていくわ。ああ、こうなってるのね。あ、すっごい今便利よね。こんなのがあるんだから。簡単、簡単。じゃあこれで、デコレーションしていくわ。はい。で、これでちょっとまずは、今半分ぐらい使ったから。え？そうなの？戻した戻すわよ。だってお皿ここしかないんだから。ゆうちゃん、熱いところにホイップしたら溶けるじゃん。え、そうなの？ほんと、溶けてるじゃん。え、ちょっとやばい溶けてるじゃない事件発生よ。事件発生よ。ちょっと私がイメージしてたのと、ちょっと、あれよ。ちょっと、あれな感じになってきてるわ。ちょ、どうすりゃいいのよ。ちょっと、私ここに、ね、綺麗に、ね、これ塗り終わって、で、ここに、ね、ここを立てて、ハッピーバースデー歌って、っていうストーリーだったのよ。溶けとるじゃない。溶けとるやないかい。溶けとるやないけ。どうすりゃいいのこれ。前がいいわ。まあいいわ。やもうこのまま走り抜けるしかないわ。そういう時やね、暑さを逃れるために
高さで逃げるしかないのよ。ね。ちょっとさ、言ってよね。熱っ、ホイップクリームって溶けるのよって言ってよね。常識？常識？あ、やっばい、これもやっばい。これも溶けてる。これも溶けてる。これもスピードでやるしかないわ。うん。このまま突っ切ろ。突っ切ろ突っ切ろ。で、このろうそくを立てていくわ。私の20歳の誕生日を祝ってどんどん刺していくわ。このホイップが溶ける前に刺さなきゃいけないわ。想定外よ、想定外の事件。これこそね、生配信ってやつね。おっと、大事なイチゴを盛り付けるの忘れてたわ。ちょっと焦りすぎ、焦りすぎよ。焦らないでよな人、焦りは厳禁よ。でもね、そうホイップが溶けるのはね、ちょっと想定外だったわ。普通にね、想像すればね、わかるか、そのぐらいは。まあね、これが私の配信ってやつよ。ね、ちょっとおバカさんなところも可愛いでしょ。じゃケーキも、いちご、いっぱい盛り付けちゃおう。いっぱい盛り付けちゃおう。今日ね、実はね、私のお誕生日にね、広告出してくれた方がいるの。で、これはね、今日の配信が終わってからね、また動画を編集するんですけど、そっちの冒頭にはね、小名浜のね、あずまやさん。今回ね、あずまやさんが、私のこのお誕生日会にね、お祝いのメッセージいただきました。なので、編集が終わったらね、この動画のね、お誕生日会の冒頭には、あずまやさんのメッセージが入ってます。なので、みんなね、楽しみにしててね。じゃあ、このくらいでどうかしら。ね。ほい。これね、むずいね。むずいむずい。いいんじゃない？いいんじゃない？ぽくなったんじゃない？これ。ぽくなったよね？あ！カヤックさん！あ、カヤックさん来た！カヤックさん！カヤックさん！こんばんは！ようこそ！あ、カッカさん！カッカさんも来てくれた！クイーマルさんも来てくれた！みんなありがとねー。やっとね、今ケーキ焼き終わって、ね。ちょっと生クリームが溶けちゃうっていうね、想定外のことは起きたんですけど、まあ、なんとか今、焼き終わったとこ。じゃあ、早速、メインイベントと行きましょうか。みんな、お祝いしてくる準備いいかしら？あ、クイマルさん、こんばんは。さあ、できた。できたわ。じゃあ、行くわよ。みんな、準備はいいかしら？行くわよ。ハッピーバースデートゥーユー。
Happy birthday to you. Happy birthday, dear. 小名浜一人暮らしちゃん。Happy birthday to you. 小名ひとちゃん、二十歳の誕生日、おめでとう。イエーイ。ありがとう。なんか臭いわ。ちょっと部屋中なんかちょっと変な匂いするわ。ちょっと換気扇強めに回すわ。あ、ここ火がついてるからだね。ちょっとみんなのメッセージ返していきましょう。クイマラさん、こんばんは。あ、ゆうちゃんさん、ハッピーバースデーありがとう。カッカさん、拍手ありがとう。カッカさん、クラッカーありがとう。マイガールさん、パチパチ。コメントがちょっとわからなくなっちゃった。ごめん。ちょっとわからない。ゆちゃん、パチパチさん、ありがとう。カッカさん、ありがとう。オッケー。じゃあ、早速、最後ね、いただいていくわ。じゃあ、ちょっと、いただいていくわ。じゃあ、ここら辺、拝借して。ちょっとここら辺、ちょっと取っていくわ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。どうしてもね、生配信ですから、いつもの動画の感じ見たくはいかないけども。ね。うまい、テレテッテレーとかもね、入らないけども、今日見てくれたみんな、どうもありがとう。じゃあちょっといただくわ。うまい。ありがとう。以上で小名浜ひとりし誕生日会配信を終了いたします。はーい、皆さんね、今日も見ていただいてどうもありがとう。いかがでしたでしょうか。お誕生日会の生配信会、多くの皆さんからコメントいただいております。あーたんパパさん、ちょっと早いけどお誕生日おめでとうございます。天球儀ダダさん、お誕生日おめでとうございます。ひろなかさん、お誕生日おめでとう。スタンプいっぱいありがとう。山崎さん、フォローしていただきありがとうございます。5月が誕生日だったんですね。おめでとうございます。あなたがほのかさん、仕事終わり参加するわ。てか仕事終わり18時半、ハッピーバースデー。ママちゃんさん、仲良くさせてもらってるフォロワーさんの一人です。今日は小名浜ひとりぐらしさんのバースデーインスタライブを視聴しました。YouTube でお魚のさばき方が上手なのを見て、私もやってみようかなって思いました。でもやってない。ほんとね、皆さんたくさんのコメントありがとう。私は幸せ者だわ。おかげで二十歳になれましたわ。